軽量時のセラーに、ドナルドセラーには、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。コロラド州デンバー出身。BMF ランチ主催。ドナルドセローにとも表記される。カウボーイというニックネームの通り、入場時には、テンガーロンハットをかぶっている。また、入場曲もキッドロックの、カウボーイを使用している。エアアカデミー高校時代にキックボクシングを始めムエタイでは、 S1 全米ライト級王座を獲得。キックボクシングの戦績は29戦28勝1、わけであった。総合格闘家になる以前は、プロの暴れ牛乗りだった。2006年2月11日、総合格闘技デビュー戦で、ネイトモアと対戦し、三角締めで一本勝ちを収め初勝利を飾った。2007年6月9日、ケージフォースサンで、 金原康義と対戦し、三角締めで一本勝ち。2007年9月5日、WEC 初参戦となった、WEC30 で、ケネス・アレクサンダーと対戦し、トライアングルネック・クランクで一本勝ちを収めるも、試合後の薬物検査で、ヒドロクロロチアジドの陽性反応が検出されたため、無効試合に変更された。2008年6月1日、 復帰戦となった WEC34 のダニー・カスティーリョ戦ではガードからの腕ひしぎ十字固めで一本勝ちを収めた。11月5日 WEC36 では元ライト級王者のロブ・マックローに3から0の判定勝ちを収めた。2009年1月25日 WEC38 でジェイミー・バーナーの持つ世界ライト級王座に挑戦。 5R に反則攻撃であるグラウンドでの膝蹴りを与えてしまったためバーナーが試合続行不可能となった。最終的にその時点までの判定が行われ、1から2の負傷判定負けを喫し、大座獲得に失敗した。ファイトオブザナイトを受賞した。その後、バーナーが負傷により防衛戦を行えなかったことから、WEC43 の世界ライト級暫定王座決定戦で、 ベンヘンダーソンと対戦。締め技、関節技を積極的に狙うも、テイクダウンとポジショニングで優位に立たれ、0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗。ファイトオブザナイトとスポーツイラストレーテッドのファイトオブザイヤーを受賞した。2009年12月19日、WEC45 でエドラ・トクリフと対戦し、3R にリアネーキドチョークで一本勝ち。 ファイトオブザナイトを受賞した。2010年4月24日、WEC48 の世界ライト級タイトルマッチでベン・ヘンダーソンと再戦し、ギロチン・チョークで一本負けを喫し王座獲得に失敗した。2010年9月30日、WEC51 でジェイミー・バーナーと再戦し、3から0の判定勝ち。ファイトオブザナイトを受賞した。 2010年12月16日、WEC 最終工業となった WEC53 でクリス・ホロデッキーと対戦し、三角締めで一本勝ちを収めた。2011年2011年2月5日、WEC 統合により UFC 初参戦となった UFC126 でポール・ケリーと対戦し、チョーク・スリーパーで一本勝ち。 ファイトオブザナイトを受賞した。2011年8月14日、UFC ライブ、ハーディー VS ライトルで、チャールズ・オリベーラと対戦し、パウンドで一四個勝ち。ノックアウトオブザナイトを受賞した。2011年10月29日、UFC137 で、デニス・シバーと対戦し、リアネーキド・チョークで 1R1 本勝ち。サブミッション・オブザナイトを受賞した。 2011年12月31日 UFC141 でネイト・ディアスと対戦足払いで何度もディアスに尻餅をつかせるも終始パンチを受け続けて0から3の判定負け破れはしたもののファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した2012年2012年8月11日 UFC150 で元同門で友人のメルビン・ギラードと対戦 序盤にギラードの左フックを受けてピンチに陥るも直後に左ハイキックを効かせ右ストレートで逆転の 1RKO 勝ちファイトオブザナイトとノックアウトオブザナイトを同時受賞した2013年2013年1月26日 UFC オンフォックス6でアンソニー・ペティスと対戦左ミドルキックをレバーにもらいダウンを起死したところに パウンドで一シコ負け。2013年8月28日、UFC ファイトナイト、コンディット VS、キャンプマン2でライト級ランキング10位のハファエル、ドスアンジョスと対戦し、右ストレートでダウンを奪われるなど劣勢となり、0から3の判定負け。2013年11月16日、UFC167 で、エヴァンダナムと対戦。スタンド、 グラウンドともに終始圧倒し、最後は三角締めでに R 一本勝ち。サブミッションオブザナイトを受賞した。2014年2014年1月25日、UFC オンフォックス10でアドリアーノ・マルチンスと対戦し、1R 終盤に右ハイキックで失神小勝ち。ノックアウトオブザナイトを受賞した。 2014年4月19日、UFC オンフォックス11にライト級ランキング12位のエジソン・バルボーザと対戦。試合開始早々から激しい打ち合いを繰り広げ、1R 中盤に左ジャブでダウンを奪った直後に、リアネーキドチョークを極めて一本勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2014年7月16日、UFC ファイトナイト。 カウボーイ VS、ミラーで、ライト級ランキング7位のジム・ミラーと対戦。序盤は、ミラーの様子を見る展開となったものの、2アールに、右ハイキックで小勝ち。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2014年9月27日、UFC178 でライト級ランキング14位の、元ベラトルライト級王者エディ・アルバレスと対戦。 1R にアルバレスの右フック連打で足が止まったものの 2R 以降は中間距離からの打撃を効かせ続け再三放ったローキックでダメージを蓄積させると 3R にはローキックでダウンを奪うなどを圧倒して3から0の判定勝ち2015年2015年1月3日 UFC182 でライト級ランキング8位のマイルズ・ジュリーと対戦 1R は 引き込んで、オモプラッタからの三角締めで攻め、2R と 3R は、打撃で優位に立ち続け、3から0の、判定勝ち。ジュリーに、プロ初黒星をつけた。2015年1月18日、UFC ファイトナイト、マクレガー VS、シベルでライト級ランキング5位のベンヘンダーソンと、対戦し、3から0の、判定勝ちを収め、約4年半越しのリベンジを果たした。 ジュリー戦からわずか15日後の連戦となった。2015年5月23日、UFC187 で、ジョン・マクデッシュと対戦し、2アールに、セラーニの左ハイキックでマクデッシュが顎を負傷し、ギブアップしたためセラーニの TKO 勝ちとなった。当初は、同大会で、ハビブ・ヌルマゴメドフと対戦予定であったが、ヌルマゴメドフが、膝の負傷で欠場したため、 大役のマクデッシュと対戦することとなった。2015年12月19日、UFC オン・フォックス17の UFC、世界ライト級タイトルマッチで、王者ハファエル・ドス・アンジョスに挑戦。序盤に、左ミドルキックからのパンチ連打で圧力をかけられ、苦し紛れのタックルを切られたところに、パウンドで一四個負けを喫し、王座獲得に失敗した。 UFC19 戦目にして、初めてのタイトル挑戦となった。2016年2016年2月21日、ウェルター急転校初戦となった UFC ファイトナイト、カウボーイ VS、カウボーイで、アレックス・オリベーラと対戦。1R 序盤にテイクダウンを奪い、マウントから三角締めに移行こうし一本勝ち。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 2016年6月18日、UFC ファイトナイト、マクドナルド VS、トンプソンで、パトリックコーテと対戦し、3R に、右フックでダウンを奪い、パウンドで TK o 勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2016年8月20日、UFC202 でウェルター級ランキング9位の、リックストーリーと対戦し、左ストレートから、右ボディストレート。 続いて左ショートフックから、最後は右ハイキックにつなぐ華麗な4連続のコンビネーションを決め、ふらつくストーリーを、金網剤に追い詰めパンチの連打と膝蹴りでダウンを奪い、パウンドで追撃して西子勝ち。3試合連続のパフォーマンスオブザナイトを受賞した。2016年12月10日、UFC206 でウェルター級ランキング14位のマット・ブラウンと対戦し、 二 R に、右フックでダウンを奪われるも、三 R に、左ハイキックで失神小勝ち。2017年2017年1月28日、UFC オンフォックス23でウェルター級ランキング12位の、ホルヘマスビダルと対戦。一 R 終盤に、パンチ連打でダウンを奪われ、パウンドで小負け寸前に追い込まれるなど苦戦し、最後は、右フックでダウンを喫し立ち上がったところに、 スタンドパンチ連打で西子負け。ウェルター級天候後の連勝は4でストップした。2017年7月29日、UFC214 でウェルター級ランキング3位のロビーローラーと対戦し、0から3の判定負け。自信初の連敗となった。2017年10月21日、UFC ファイトナイト、カウボーイ VS ティルでダレンティルと対戦し、 1R 終盤に、パンチレインだからのパウンドで TK を負け。3連敗となった。2018年2018年2月18日、UFC ファイトナイト、カウボーイ VS、メデイロスで、ウェルター級ランキング15位のヤンシーメデイロスと対戦し、右ストレートでダウンを奪い、パウンドで1しこ勝ち。2018年6月23日、UFC ファイトナイト、 カウボーイ VS、エドワーズで、ウェルター級ランキング13位のレオン・エドワーズと、対戦し、0から3の 5R 判定負け。2018年11月10日、UFC ファイトナイト、コリアンゾンビ VS、ロドリーゲスで、マイク・ペリーと対戦。スイープで上になるなどグラウンドの攻防で優位に立ち、腕必主義逆十字固めで 1R 一本勝ち。 パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2019年2019年1月19日、ライト級復帰戦となった UFC ファイトナイト、サフード VS、ディリシャーでライト級ランキング11位のアレクサンダー・ヘルナンデスと対戦し、右ハイキックでダウンを奪ってから追撃のパウンドでに、四こ勝ち。ファイトオブザナイトとパフォーマンスオブザナイトを同時受賞した。 2019年5月4日、UFC ファイトナイト、ヤークインタ VS カウボーイで、ライト級ランキング4位のあるアイアキンタと対戦。キレのある打撃で、終始、アイアキンタを圧倒し、3から0の 5R 判定勝ち。ファイトオブザナイトを受賞した。2019年6月8日、UFC238 でライト級ランキング2位のトニー・ファーガソンと対戦。 一進一退の打撃戦を繰り広げたものの、2R 終了後のインターバル中に花を噛んだことが、原因で、ダメージを受けていた右目の周辺が腫れ上がってしまった。ためドクターストップで TK を負け。破れはしたものの、3試合連続のファイトオブザナイトを受賞した。2019年9月14日、UFC ファイトナイト、カウボーイ VS、ゲート G でライト級ランキング5位のジャスティン・ゲージーと、 対戦。1R 終盤に、右フックでダウンを奪われ、立ち上がったところに、追い打ちの右フック連打で、さらに、ダウンを喫し、パウンドで TK を負け。2020年、マクレガー VS セラーに2020年1月18日、UFC246 で、元 u f c に階級制覇王者で、ライト級ランキング4位のコナーマクレガーと、ウェルター級契約で対戦。 開始直後に、左ハイキックでぐらつき、追撃のパンチ連打でダウンを奪われ、パウンドでわずか40秒の TKO 負け。2020年5月9日、UFC249 でウェルター級ランキング15位のアンソニー・ペティスト、約7年半ぶりに再戦し、0から3の判定負け。4連敗となった。2020年9月19日、UFC ファイトナイト。 コビントン VS、ウッドレイで、ニコプライスと対戦し、1から0の判定ドローとなったが、薬物検査で、プライスから、マリファナの陽性反応が出たため、ノーコンテストに最低が変更された。ムエタイのバックボーンと長身を生かし、中間距離では、前蹴りやハイなどの蹴り技と、シャープなジャブを使い、近距離では膝を使う。先手を取って、 距離を制するのが得意とするスタイルであるが、ハファエル・ドスアン・ジョストの2戦目のように一発をもらって、畳みかけられると、脆さを見せ立て直せず負けてしまうことがある。グラウンドも得意で、長い足を活かした、ガードポジションからの三角締めを得意としており、アレックス・オリベーラ戦ではマウントからの三角締めを、用いるなど、スタンドだけでなく、グラウンドにおいても見せる戦いをする。 ありがとうございます。